壮大だもんな全部。福岡県みやま市の太陽光発電施設です。出力はおよそ5500キロワット。太陽光発電による電力の地産地消を掲げ、およそ3000世帯が日中に使用する電力を生み出しているといいます。いいところらしいんですよ、はあ、天候は、はい、日射量は。じゃあ太陽光発電にすごく適した場所で、うん、そうです ね。九州受惠于日照条件佳，在五年前政府推动太阳能发电之后，短短五年，太阳能发电量增加了7倍。在发电量最巅峰的时期，甚至全九州80%的电力都来自于太阳能发电。乍听之下很好，但事实是，当电力供给超过电力需求，可能就会导致大规模停电。発電する上で重要なポイントは、電気の消費量と発電量のバランスを保つことです。このバランスが崩れると、周波数を保てなくなり、停電につながります。先月の北海道の地震の際には、火力発電所が停止したため、発電量が大きく減り、大規模停電が起こりました。九州の場合は北海道とは逆に、太陽光発電の増加により発電量が消費量を大幅に上回るため、大規模停電の発生が懸念されています。这时您也许会疑惑，那为什么不把多出来的电力储存起来呢？因为电是不能储存的。你发电就要用，没有办法大量的储存。你说电池是什么？电池可以储电。你知道各位的手机，你那个一个电池有多贵吗？你知道它可以存多少能量吗？非常非常小哈。所以到目前为止，能够大规模储存电的能的时候，不是以电来储存的，是以什么？以水力来储存的。台湾有两个抽蓄水力机组，一个在明湖，一个在明潭，讲穿了都在南投哈。概念很简单。我电多的时候呢，我把一个大的水池的水呢，从低的地方呢送到高的地方去 ，OK， 存在高的地方，然后等到我需要用电的时候呢，我从高的地方呢再放下来，那个就叫抽蓄。既然电要谁发谁用，所以你必须要有一个适当的规划，这你有所谓负载的问题哈。既然这个需求量不能控制，你只能控制什么？供应量。去控制它。位于九州的玄海核能电厂目前已经重启，过去在核电厂停止运作时，只能以火力发电来因应太阳能发电过多却造成大停电的危机。不过太阳能发电过量的危机其实不在用电量最高的夏季，反而是在秋高气爽的时刻。冷房の需要が減る一方、晴天が続いて太陽光の発電量が増えるため、バランスが大きく崩れる恐れがあるのです。这也是为什么日本九州电力在2018年9月首次宣布有可能向太阳能业者发出暂停发电的请求。供給力が電力需要を上回るという場合にやむを得ず、太陽光風力発電の出力制限を実施いたします。皆様のご理解とご協力をお願いしたいというところです。お話初めて聞いた時はどうでした？っていう感じですよね。再生エネルギーはどうなってるのかと言いたいですよね。国の方針は進めるだけ進めさせて、どんどん進めさせたんですよ当時。ところが多すぎる、止めろと。そんな。2016年度の日本の発電量に占める割合は、発電時に二酸化炭素を排出する天然ガスが 42.2%、 石炭が 32.3% です。一方、再生可能エネルギーの割合は 14.6%。 国は2030年度には再生可能エネルギーの割合を 22% から 24% とする目標を掲げています。果たして実現は可能なのか。運用はいろんな工夫をするとしてですね、できるだけ、まあ、コストをかけないように。这不只是日本面临到的难题，台湾也是如此。因为再生能源无法调度，发电量还得看老天爷的脸色，难以预测。能发电的时候跟需要用电的时间对不上是常有的事。就以台湾为例，澎湖风力最强的时候是冬天，但是台湾最需要补上用电缺口的季节却是夏季。
计。冬天发电高峰时，电发了却用不掉，就是电力以及机组投资的浪费。再生能源的发电的能力已经大于你用电了，你多出来的电怎么办？那你说我就不发吧？那我不发是不是？请问一下，我是不是浪费了我的投资？还不包括里面有一定比例的，要有一定比例的这个其他的发电方式。所以到那个时候，我们可能有一半的再生能源摆那边不能用。台湾能源供应的稳定性，你知道，这个不是拿来赌博哈，那个赌博你还有赢的时候，这完全你不可能有赢的时候。